今週の週刊。ああ、今回の雑誌週刊捜査らを全部渡せ。賞金は俺様がもらった。後ろのお客様、申し訳ございませんが、今週の週刊ソーサラーは売り切れになりました。そういうわけじゃないよ。雑誌は売り切れたし、この依頼もおしまいだな。せっかくだし、一緒に食事でもどうだい。ごちそうさまでした。先輩と食事をとるのは久しぶりですね。もちろん覚え、よし、ちょうど食事も終わったし、体を動かそう。手合わせを通じて君の成長を見せてくれ。ワイドスナイピング。もう終わりだ。ワイドスナイピング。開け、人馬中の扉。よく、そうだ、この週刊ソーサラーを貸してあげよう。中にスクラッチカードが入っているんだ。運が良かったら有名魔導士に指導してもらえるかも。これがスクラッチカードか。なるほど、指でこすって覆われた部分をきれいにすればいいのだな。メーン、一夜様と一対一で交流できるスクラッチカード、それは一夜様の応援団メンバーの私にこそふさわしいのよ。渡しなさい。ゾンカット。もう終わりだ。カリューの欲がね。開け、人馬中の扉。逃げられたか、俺と。あれ、なんか機嫌が良くないみたいだな。どうしたの？Thank you.
りだ。開け、ジンバ級の扉。カリューの欲が消え、ザッカンド。もう終わりだ。開け、ジンバ級の扉。
んなこと、よかったら一緒にいた。本当か。オンに切る。変身魔法が上達すれば任務でも役に立つはず。ぜひ教えてくれ。お、あ、申し訳ないけど、だ、お、俺は、じゃあ君にお願いしようかな。クウー！みんな、お疲れ様。ちょっと片付けてくるわね。大聖堂の近くで待っててくれない？変身魔法は実用。さて、まずはよく観察して変身したい相手のイメージを脳に刻むこと。失敗したか。恥ずかしいところを見せてしまった。わからないことがあったらフェアリーテールに来てね。それじゃ、またね。決めてみせる。イメージ、変身成功したようだな。しかし戻れないのは不便だな。どうするべきか教わりに行こう。勘違いだ。近づくな。また会ったね。もう雑誌はいいの？手合わせはまた今度にしましょう。せっかくの休日だったのに、ほんと休めなかったな。先に行きますよ、先輩。